どうも皆様、ジェミーネットです。さあ、飛び盛り実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと恐怖村に行きたいなと思います。今回訪れさせていただく村はね、人なし村というところで、まあね、葬儀場とか病院とか、まあそういったイメージで作られてる村らしいので、結構楽しみになっておりますね。人なし村、行ってみましょう。グロテスクな表現あんまりないらしいんだけど、ちょっとブラックな表現があるということで、結構楽しみですね。早速行ってみましょう。さあ、ということでやってまいりました。人なし村ですね。見た感じ普通そう、ってかむしろ綺麗な感じになっているが、まあ、人がいなくなって人なし村なんでしょうが、ちょっといろいろ、すごいな、これ、住民。やばいことなってんな。見ていくか。普通にいい村じゃないか。大都市みたいな感じになってるね。ここら辺は、和風な感じになってるけど、これ座れたらいいのにね。いつも思うけど。雨宿りするスペースがあって。わあ、なんか普通ですね。むしろなんか、ここだけ見たらアートみたいな感じに思うんだけどな。一つの街みたいになってるよね、村じゃなくて。おーす、こんにちは。原神、ご親族の方ですか？違うんすけど、ちょっと行ってくるわ、葬儀場。こんにちは。受付。ここが受付か。誰かが亡くなったんだろうな。上から行ってみるか。ああ、ここは、あれか。なるほどね。俺が来るべき場所ではないところですな、完全に。なあ、特に何もない。さて、ちょっと左の方に行ってみるか。完全に葬儀場ですね、ここ。おー、ここは普通にお手洗いだな。清めるところか。清めるところっすか。オッケーオッケー。さて、右の部屋にやってきたが、ここは普通に寝るところかな。まあ、葬儀場でも寝るところあるって聞くからな。まあ、多分そういうスペースなんだろうけど。でもそれを再現してるってなったらめちゃくちゃ再現度高いんじゃないの、これ。さて、上の部屋にやってきたわけなんだけれども、上の部屋もこんな感じか。普通にここはお食事するところなのか？なんか親族で集まってっていう感じのスペースはしますね。さて、わー、はい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 。なるほど、ここは火葬場ってことか。火葬されてんもんな。オッケー。ちょっとあんまり見るべきところではなさそうですな。よし、というわけで。いや、ここが葬儀場だとするんだったら、他の3軒どうなるんだろう。めっちゃ気になるな。いや、それにしてもすごいな、この村。なんか一つの町って感じになってるね。なんか恐怖村って感じではなくて、本当に一つの町って感じになってますね。こんにちは。全く同じ顔なんだけど。これは私の責任ではない。なになになに？なんだ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 ？行くぞ行くぞ。うわぁ、うわ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 。急に恐怖村要素出してきたなぁ。これあれか？なんかベッドがこんだけ汚いとなると、介護してた方が亡くなったとかそういう感じか？あ、ここは普通にお風呂場か。いやでもかなり、古い感じになってますね。さて、左の部屋にやってきた。子供部屋。子供部屋も用意されてんのか。家族で過ごしていたってことかな。なんか介護された人だったんかなって思ってたけど、普通に子供部屋っぽいですね。さて、右の部屋にやってきたが、ここは普通に女の子の部屋っぽいよね。いろんな家族の方が住んでいらっしゃったのか、もしかして。もしかして家族全員やられたとかそういう感じなのか。おお、なんだなんだ、すごい感じになってるな。ここは普通にお父さんの部屋っぽいな。家族の部屋が再現されてるってことか。さあ、下の部屋にやってきたわけだが、下の部屋は普通に、あ、やっぱ介護されてんじゃないこれ。このベッドの形からして。でもこれすごいな。ようこんなん再現できてんな。これ介護されてんだ、やっぱり。
もうちょっとずつ怖くなってきたね。一軒目普通に葬儀場だったけど、ゆっくりゆっくりと向かってる感じしますね。おお、この道なりに沿っていけば、わあ、なんか可愛いんだけど、外の雰囲気めっちゃ可愛いのにな。外の雰囲気、ここ普通に公園になってますね。めちゃくちゃ可愛らしくなっているのにもかかわらず、ちょっと道を外れたところに、おわ、怖いんだが、普通に怖いんだが、家でかいな。こっちも家でかいな。おお、ここお姫様のお家みたいになってるけど、誕生日おめでとう。ちょ、行ってみるわ。あ、どんな感じ？あ、病院か。病院ですな、これは完全に。病院になっている。ちょっと上から行ってみる？上から行ってみよっか。なんかこの雑誌がめっちゃ気になったわ。女の子か？あー、普通に病院ですな。ここは診察受けるところっぽいね。なんかカエルのやつがめっちゃ目立つけど、子供用ってことかな？子供が座るため用のやつなのかもしれない。結構親切な病院ですね、そう考えたら。へえ。さて、左の部屋にやってきたわけなんだが、左の部屋は手術するところっぽいな。いやー、手術するところか。それにしてはちょっとあれか、どうなんだろう。いやでも手術するところっぽいな。やだな。ここで手術失敗したのがさっきの家族みたいな感じか。そう考えたら非常に怖いんだけど。おー、ここは病院で祝ったのか。いやもうずっと治らなかったのかな、もしかしたら。女の子がずっと治らなくって、ここで病院で誕生日を迎えたってことでいいのかな。おっす、上の部屋に、お亡くなりになったのか。これはちょっとだいぶベッドの数が多いですね。お亡くなりになったのかもしれないね。病院って結構人亡くなるからね。うわ、悲しいスペースだな、ここ。うわ、下、あー、いやー、ちょっとあんまり見たくないところではあるな。見たくないところではあるんだけれども、ここで仮装してるのか、もしかして亡くなった人たちを。もう証拠隠滅みたいな感じになっちゃうじゃん、ここだけだったら。やべえな、これ。怖っ。ちょっと待って、だったらさ、1軒目が葬儀場で、2軒目が、まあ、家族の部屋で、ここが病院ってことは、最後の1軒のこのみなもさんどうなるんだろう。結構ストーリー性があってビビるんだけど、ちょっと結構ここ楽しみだよ。行こうか。怖そうだね。うわ、怖そう。なんだ？なんか、雰囲気が一気に変わった。夢でまた会おうね。雰囲気一気に変わりましたね。なんか外国に来た気分になりますが、ちょっと上から行ってみるか。あ、かわいい。ロココ家具。めっちゃかわいい。お姫様のお家みたい。めっちゃかわいいんだけど、ここだけ見たら。待って、全然雰囲気違うじゃん、さっきと。めっちゃかわいくなっているなぁ。力行ってみるか。おお、美術館か、美術室か、美術館っぽいな。普通に美術館ですね。さっきのホラー要素どこ行ったって感じで、なんかの関連性あるんかな。なんか一気に雰囲気が変わってビビりますね、これは。なんだなんだなんだ、夢でまた会おうね。夢でまた会おうね。ここ夢の世界ってことか、もしかして。ちょっとこっち行ってみるか。おー、こっちも美術館っぽいな。いろんなやつが飾られてて、普通に美術館っぽいけど。あれ、さっきのホラーな雰囲気どこ行ったって感じだね。ちょっと待って、これ。どういう話が繋がってるんだろう。やっぱ夢の中の話ってことでいいのかな。ちょっと上下行ってから決めよっか。うわ、あ、結婚式？結婚式ではない？
なんか左目を失った二人の少年と少女が何か誓い合っているようにも見えなくもないが、何なんだろうな。やっぱ結婚式なのかな。夢の世界の結婚式ってことなのか。おし、じゃあ下行ってみよっか。うおー、びっくりした、びっくりした。何、めっちゃ急に、うおー、目多すぎでしょ。めっちゃ急にホラーになったね。なんだ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 、何この、何この部屋、ビビった、ビビった。何この部屋、なんか目はそうなんだけど、ちょっとメルヘンチックな感じなのがすごい恐怖心を煽られますね。怖っ、この部屋ちょっとやべえな。いや、まさか最後の最後にそういうのぶっ込んでくると思わなかったぜ、みなもさん。何なんだろうこの部屋、全然違うね世界観が。いや、なんか全然この家だけ世界観が違ってびっくりしましたね。なんかつながりがあるんかなって思ったんだけど、時系列的には家族が過ごしてて、で病院でお世話になって、で最後葬式がされるって感じでいいのかな。それにしてはだったらこのみなもさんは何なんだって感じだよね。さっきの部屋めちゃくちゃ不思議な空間になってましたね。よし、とりあえずいろいろ村一周してみる。あ、せっかくね、綺麗な村なんでね、ちょっとここは一周して。ナイルいるじゃん。おー、てかすごいねこの作り。お、東京タワーとかある。さっき結構和風な雰囲気になってたのに変わってますね。ここら辺は大都市みたいな感じになってるな。ね、ここら辺は公園になってて、すごいな。いや、かなりね、すごい世界観が味わえますね、この村。いや、特に一番ビビったのはみなもさんだね。みなもさんのお家の下がビビりましたが、まあ、そんなね、人なし村の夢番地 2A00009ACA59 になっておりますということでね。いや、かなりね、ストーリー性のある村だなと思いました。考察したい方、ぜひぜひ来てみてはいかがでしょうかということで、今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。